皆さんようこそ、高山優子です。ストレイやっていきましょう。前回はそう、確か、ロボットたちと出会いましてですね、アウトサイドという場所を教えていただきました。そのアウトサイドが脱出につながるらしいので、そこを目指すというところに今進んだのかな。でこのね、モモというロボットに教えてもらって、このね窓から行くらしいんですけど、オレンジの塔かな、なんか高い塔に行けって言ってたよね。ちょっと一回話してみよっか。はい、いつものサイズになって行きましょう。はい、まずモモと会話。あー、これ前言ってたよね。君は小さくてすばしっこいからザークを避けられるね、あ、避けられるね。君の力が必要なんだ、小さいアウトサイダーさん。僕らを空へ連れて行ってよ、というところだね。はい、こないだ話してましたね。じゃあちょっと、B12 に話しかけよう。オーライです。トランシーバーをあの大きなビルのてっぺんに置きに行きましょう。やっぱあのビルかな、オレンジ色のビル。はい、そういうことですかね。じゃあ早速行きますか。新しい町に来るわけじゃないよね。さっきまでは、そんな、まさか閉められるとは思ってなかったんですけど。ほら、もう猫ちゃんも困惑してるわ。かわいいね、今日もかわいいね今日もかわいいです、猫たんが。このエレベーター使うのかな。さあ、ザークに追われるであろうパートなのかな、今回は。なんか避けられるねーとかってなんか軽く言われちゃったから、多分。おー、ルーフトップ、わ、いる、もういるって。うわー、めっちゃいる、めっちゃいる。行きたくねー、超絶行きたくねー。こっちか、ダッシュね、ダッシュ。これジャンプとかはない。オッケー、久しぶりなんですよ。実はこういうのってさ、収録をね一気にしちゃうから、取りだめちゃうから、このゲームやるの私久しぶりなんです。さあ行きますか。やめろ、あ、待って、ちょっと待って、ちょっと心の準備できてない。おー、上まで登ってくんのか、あのザークってやつら。これは、びっくりした、上登ってくんのかと思った。やめてくれ、これ上登れない。こっちか。はい、教えてくれ。何？破裂した？キモー。近くで見るとよりキモいな。なんか調べたんですよ、私。このザークっていうものが一体何なのかと思ってついてくる、ついてくる。え、乗った乗った。そうおいおいおい、今話してっから。おい、ちょ、今話してっから、今話してっからこのね、ザークっていうものが何なのかちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、機械を、いらない機械をね、処理するというか破棄するための生物っていうのかな、そういう存在らしいです。だからロボットたちは処理されようとされてるっていう感じかな、おそらく。あ、この上か。さあ、あ、なんだこれ、なんか思い出す。何ですか？
なんて書いてありますか？今街はネオンの光で輝いています。昔は違いました。スラムでは厳しいエネルギー制限が課せられていたのです。しかし人々は終わりない暗闇に耐えることはできませんでした。ある日、一軒の家にレインボー色のランプが灯りました。その家の周囲がネオンで光り輝いたのです。その家の住民は連れ去られ、その後姿を見た人はいません。しかし人々は諦めませんでした。家の中で光を灯すようになったのです。これでは迫害者たちも何もできません。迫害者たち、こうやって人々はアウトサイドと同じように色を見ることができるようになったのです。なるほどね。電気は迫害者っていうのがザークみたいな存在なのかな。連れ去られたのね。これどこ行くんでしょう。どこ行くかヒントもない。あれ、これどこ行くの。ちょ、誰か教えて。バツボタン出てくれ。こっちじゃないってこと。え、こっち上か。あ、上か。おう、おわー、おわー、こい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 。もうちょっと、あ、こっちか。で、こっちか。こっちじゃねえ。どこ行けるとこあるか。ちょっと行き詰まりました。行き詰まりました。教えて誰か。あーそういうことか。さらに進めるってことね。わー、この猫頭いいな。このポールは動くポールか。さて、またこれか。あ、これだ。これであの上乗るんか。行けるとこまで行って。よかった。危なっ。これ、もうちょっとずれてたら落ちてたわ。で、の上。で、ずらして上に登ると。うわ、すごいアクティブな猫。猫ってみんなさ、こんななんか高いところ飛んだりするの？高いところにジャンプするのが苦手な猫とかもいそうだよね。これさ、ベタベタすんのかな。このなんかあのザークの巣みたいな。うわー、すごい、びっしり。これ触ったらくっついて食べられるとかあるかな。いやだわー。うわ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 、すごい血管みたい。わっち、わっち、ちちち。うん、なんだなんだ。やばい、来てる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 。音に吸い寄せられて来てる。まあ、あっちだよね、多分。あっちだよね。こっちじゃないよね。こっちではなさそうだから、こっちか。めっちゃ、うわー。あはは。あはは。おもろいな、なんか。ここまで来ると。よし、走れ。登って、どっからか分かんないけど、登って。待って、どっから登るか分からん。待って、どっから登るの、助けてー。ここ違う。どこ、どっから登んの、教えてー。違う。待って、マジでどっから登んのこれ。ここ、いや、ここもダメじゃん。ここもダメじゃんって。どこ、ここのね、はい、びっしりのところからですね。これどこ行くの、マジで。あの上に行くのかと思ったんだけど、なんか登れなかったんだよな。登るとこあんのかな。あ、これ、あ、ドアをハックっていうのがありました。うわー、びっくりした。
そしたらどうなの？あ、わかった。そういうことか。おい、残ってるぞ。残ってるって。これで、オッケー。ちょっと一匹、いるけど、一匹いるけど、これぐらいだったら我慢しよう。よし、避けて避けて、はい、ジャンプジャンプ。あー、なるほどなるほど。あ、意外とベタつかない、意外とベタつかないです。上登ったはいいけど、こっちか。こっちかな。おー、怖い怖い。うわー、すごいね。おー、すごいね、廃れてるね。ほんとなんか向こう側多分住んでたところ、あのロボットたちが。こっち側はもう終わってんね。あ、でもこっちの奥はいけそう。だってこれ何、これ卵だよね。これ動かないよね。この量は応援よ。これ開けるの？え、どこに行くんだこれ。この扉じゃないんだ。ハックしてくんないの。いけないね。こっちか。あ、これか。とりあえず上に登れるところは全部登っとく。よいしょ。はい。あ、ここかな？うわー、赤い部屋はね、基本嫌だ。見えづらい。ちょっと下に降ります。なんすかその音。あれ、待って、すっごい巣に来てしまった予感。もうなんかさ、急に音楽がさ変わるのやめてほしいんだけど。ここかな。ここだ。うわ、いるよ。一回さ、どこに行けばいいか見とこう。そこは絶対違う。右奥かな？右奥の板かな？うわー、やだなー。多分右奥しか行けなさそうですよね。了解。行くぜ！よし、いけ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 、ここだ。よし、オッケーオッケー。で、右上かな、あそこかな。おおい、誰か呼んだな。おい、来たぞ来たぞ。わわ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 わ。よし、オッケーオッケーオッケー。これでこの流れでジャンピングね。オッケー。で、上上がったらまたいんの？もしかして。いる。向こう側にいるね。こっちはいなそう。で、あのドアを多分ハックしたいんだよね。わおわお、元気ですね。先にちょっとこっち行きましょう。記憶、思い出す。NECO、 ネコ コーポレーション。ずさんな管理の落とし前をつけてもらわないといけません。上層のゴミがスラム中にあふれ出し、それを解決するために彼らはバクテリアを開発しました。人間が消え去った後、バクテリアは突然変異を起こし、ゴミ以外のものまで食べ始めたのです。これがザークのことかな。それがザークの正体です。ごめんなさい、先に答え言ってしまいました。失礼しました。うん、行きましょう。はーい、そういうことなんですね。ここの看板を見て何が分かったんですかね。猫って書いてありますね。なんで猫なんだろう。これさあ、向こう側にもあるから、ドアをハックしたらすぐに戻って、
全部こっちにおびき寄せなきゃいけないから、よし、一回ハックして、こっちまで来るんやお前ら。あー、どうせ単細胞なんやろ。おい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 、あ、ちょ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 、早くない？ちょっと早くない？ちょっと早いんで、よし、すぐ閉めて。ちょっと入ってきてるじゃん、ちょっと入ってきてるじゃないですか、めちゃくちゃ入ってきてる。ちょっと一回もう一回ドアハックしよう。一回ね、一回こっち、ちょ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 、一回こっちおいで、みんな集合、みんな集合、はい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 出て、はわ、ハク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 、おいおい入ってくるって、入ってくるって、おいおい。どうなってんねん。え、ちょちょちょ、なな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 、またこれに入んなきゃいけないんじゃないの？これに入ったらさ、あ、意外と襲わない、襲われない。ちょ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 、え、潰れた、見た今、潰れた、潰した。まだいるっぽいぞ。上、嘘、上に行ってほしいな。で、あれ、ここ、あれ、あれ、あれ、これ結局はどこ行くの？あれりりりりりり、これあれ、どっから来た？あれ、こっから来てなかったっけ？こっから来たよね。違う、こっちから来たんだよね。あれ、あれ、あーあーあー、なんか上にあるぞ。あー、わかった。このドラム缶をこっち側に持ってくんのか。オッケー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 、ストップで登ってこうだ。うわー、なんか急に難しくなってきた。でいるね。とにかくあっち側に向かうか。とにかくあっち側だろうね。やめてー。上でしょうけど、こっちか。上どんどん上、そんな高いとこ行けんの。さあ、ここ安全、ここは安全しょう。あ、ここいなさそう。ん？いなさそうですね。お、なんだ？なんかレバーあるぞ。なんだ？え、なんだなんだ？エレベーター。本物のエレベーターが動いた。なんだなんだなんだ？おい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 、呼び寄せたって。呼び寄せてるって。よいしょ。あ、このエレベーターが降りてくるまで耐えろってことか。そんな酷な、そんな酷な、早く降りてきて、早く降りてきて、とにかくすぐに降りてきて。ここ次行ったらもう空いてるっしょ。もう行けるっしょ。はい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 、遅い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 、もう一周します、もう一周します。はい、ここで行くぜ。え、上に登るの？え、あ、で中に入るのか。オッケーオッケー。あ、この高さは無理なんだね、君ら。連れていくの？連れていくの？あ、もう届かんね。うわー、まだ上にいる。これ上から入ってこない？大丈夫？うわ、すごい、街中が見えるけど結構曇ってる、霧がかっている。お、なんかネオン街出てきた。さあ、上からなんかーい。急に静かになったね。はい、ここです。トランシーバーをこのアンテナに置いてください。なんか
ガチャガチャしてます。トランシーバーをここかな、トランシーバーこれですね。アイテムを使う。さあ一体どうなるのか。これでなんかちょっと生き別れちゃった仲間と通信が取れるらしいですよ。さあ、うわすごい大きな壁が反り立ってる。壁の向こう側がアウトサイドなのかな。ちょっと電気が、あ今上までつきました。ん？ムービー入った。エレベーターだ、猫用エレベーター。おう、見てください。美しい景色です。これを美しいというのか。思い出しました。町、それはシェルターのことでした。うん。空がないね。空、これどうなってんだろう。星のように見える光は、町を封鎖するための金属製の屋根なのです。あ、そうなんだ。人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。人間が？しかし犠牲も大きいものでした。誰も脱出できなくなったのですから。待って、人間がロボットたちを守るためにシェルを作った。だけど、シェルが、守るためだから塞がってるわけじゃん。逆に塞がってて出れなくなっちゃって脱出したいのに出れないってことね。アウトサイドは大惨事でした。植物は育たず、人も住めず、危険なだけの場です。ありがた迷惑ってやつか。でももしあなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って街を解放する約束もしたのです。なんかやっぱ思い出してきたのかな。なぜ一部の記憶だけが蘇り他は思い出せないのか、理由はまだわかりません。でもこれだけは確かです。私は町を解放する約束をしたのです。人間とかな。よし、戻ってモモを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。なるほど、また戻るのか。あ、これで一発で戻れんの？わー、ここをね。わ、そっか、この建物を登ってきたのね、これ。はいはいはい、このねビルね、やっぱオレンジのビルだったね。あっちに一発で戻れると。わー、こういうさ、なんか山からこうスロープで降りるみたいなさ、アトラクションあるじゃん。あれちょっとやりたいんだよね。さあ戻りました。なんか省略してくれたわ。はい、スラムパート2。さあボール遊び、ボール遊び、あーボール端っこ行っちゃった、見えない。さあ進めましょうね。あれいないじゃん。見てください、メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もし君がこれを読んでいるなら君はまだ生きてるということだね。やったね。僕はバーに行ってある装置を使い、アンテナの感度を上げている。こっちで会おう。やっぱ知らんし。窓をロックしたけど解除コードは簡単。あいや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 嘘だろ。あ、だからあんな長かったんだ、鍵開けるの。むっちゃ長かったよね。はいはいはい、無理です。大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう。入口近くのバーのコードだよ。レッツゴー。いや軽く言うじゃん、超軽く言うじゃん。あ、間違った、また読んじゃった。無理です、これはさすがに、これはさすがに覚えてくれるっしょ。 B12 くんが B12、 あれここじゃなかったっけ。窓、あれ窓って、ここか。はい、これがロックされている窓です。コードは H だった気がします。本当か。おいおいおい、
おい、おっと間違えました。もう一度やってみます。うーん、おーだったか、おーだったか、ゼロかな、おーだったかな。入力成功。あ、なるほどね、できました。ももがバーで待っています。はい、なんで一回その失敗するっていうやつを作ったの。別にいらんでしょ、さっきの失敗する工程。バーどこ教えて。モモを探しましょう。彼は興奮しているようでした。何が起こったのか見てみましょう。いや、バーがどこかわからんのよな。バー、バーですか。とりあえず探索してみるか。行ってないとこ、今まで行ったとこにバーはなかった気がするけどな。この人さ、話しかけてないんですよ。なんか邪魔した？出てきた。怒ってる顔が。ちょっと、あ、やっちゃった。ごめんなさいね。あの、ただねあって泣いただけなんですけど。邪魔したっぽい。あーしか言わなくなっちゃった。でもなんかあれなんかな、ストーリーすん、え、これもしかしてバーじゃないか？もしかして、もしかして、もしかして、もしかしないか。ちょっとこの人にも話しかけとこう。うわぁ、勘弁してよ。なるほど、これはもしかして、もしかするぞ。どうやって下降りるんだろう。下の降り方がわからんです。よいしょ、から。さすがにいけんか。あ、いける。よいしょ、はいはい。どうしました？また店の何先って言うんだっけ、これ。幹先じゃなくて軒先。多分軒先。また店の軒先を掃除する羽目になったよ。もういたずらはやめろ、悪ガキめ。ガキなんだ、あの子たち。あ、これで入れるようになった。あ、なるほど。あ、これは洗濯屋さんかな。これでも入れるようになったってことは何かあるんじゃないか。何かあるか、何かあるか。スーパースピリット洗剤を取得。え、そんな、それ何か必要なの。でも取ったってことは必要なんだよね。あ、これじゃないや。どうやって見るんだっけ。これじゃなくて、ここか、上ボタンか。スーパースピリット洗剤、これちょっと調査するけど、特に何もなくて P2 に見せよう。スーパースピリットのボトルは価値がありそうです。誰かとトレードしましょう。あ、トレード用のやつか。他のアイテムって聞いたんだっけ。この楽譜何なの。それは普通に重要な情報。普通に重要な情報聞いてみたいです。聞くのがあるってこと。こっちは、それは落ち着いて聞いてみたいです。あ、曲名のことか。曲名が普通に落ち着いてっていう曲名と、普通に重要な情報っていう曲名ってこと。でも何か情報があるんだろうね。これはもう上には登れないと。じゃあ戻りますか。すいませんね、ちょっとスーパーなんとか洗剤だけちょっといただいて帰ります。あら、ちょっとアジアとかわいいんですけど。さあ、バーはどこでしょう。ん、翻訳。お知らせ、楽譜を探しています。ギターで雰囲気のある演奏をします。お持ちの方は私のところまで持ってきてください。私はエレベーターの近くに住んでいます。
ああ、この人に楽譜をやると何か情報がもらえるのかもしんないね。うんうんうん、なるほどね。お、なんだ？はい、何か思い出してください。 PI、RPI 人間ん？どういうこと？この辺に最初に住み始めたのは人間でした。今は全員死んでしまったようですが、死ぬってどういう感覚なんでしょうね。私がこんな質問をするなんておかしいですが、みんな今頃は平和な世界にいるのでしょうか。私も死んだら平和な世界に行けるのでしょうか。 AI の死がどういうものか分かりませんが、ごめんなさい、嫌な雰囲気になってしまいましたね。先へ急ぎましょう。まあなあ、死って分かんないよな。分からないから分からないんだよな。何も言えん。さあ、NG ドリンク、エネジードリンクゲット。さて、え、てかさ、新しいパート来たんだから私ここで一回やめるべきじゃね。なんか普通に進めてんだけど。じゃあ、ももを探すところで一回ちょっとこれで、終了しますか。合流して。今日が昨日の明日だとしたら、明日は昨日の今日だよね。時間って不思議。柔らかい肌の先祖たちは年を取ったけど、我々は永遠にここで囚われの身として生きるのだ。あー、やっぱりね、人間はやっぱ死んじゃったんだね、この世界では。ちょっとバー見つけられないんですけど。あ、これ、あ、これなんか見たな、前に。なんかそう、これこれ、どこかにある。道、交換、ランドリー、服屋、プログラミング。違うね。あれ、バーのとこ戻ってきちゃった。さあ、まあこの辺で一回止めときますか。うん、この辺で一回じゃあやめときましょう。長くなってもね、ちょっと見るの疲れちゃうんで。でもなんかちょっとさっきまで追われるパート入ってたけど、意外となんとかなったね。いろんな謎が深まるばかりですが、ちょっとでも分かってきたね、ザークっていうのができた過程とか。あと本当にここにはもともと人間が住んでて、シェルター内っていうのがもうちゃんと分かったよね。これからどうやって脱出するのか。あの上がさ、なんか閉ざされてるんだよね。空に見えるようだけど、実は普通に屋根なんだよね。どうやって脱出するのか、また楽しみにしていこうと思います。で、続きがね、もし気になるという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。